いるか、シャモン。実際に来てみるとあまり実感が湧かないね。結局外に出口なんてなかったよ。森や海と一見自然に見えるけど、実際は全部作り物だった。ものすごく巨大な密室に作られたジオラマってとこだろう。そんなものを作れる奴らが逃げ道なんてミスを残すわけがない。戦うしかここを出る手段はないのかもしれない。アユタ、こうなった以上全ては決闘の場で。これが運命というのであれば、それを調律した神を私は許しません。許せなければどうするんだ。神を殺す。それは今の私たちでは代弁者に勝てない以上、お前たちと戦うことに迷いはない。でも例えばお互いが協力し合ってあいつと対抗するっていうことだって。危険が大きい。こちらの方が確実だ。そんな、悪く思うなよ。お前のパートナーだって同じ結論だろうよ。もっともその理由は違うわな。いるか、タイミングは任せたよ。はっ。サカバケ。私が打って出よう。僕の進む道に立ちふさがるな。外した。遅い。はっ。甘いな。さあ終わらせよう。全ての青草よ、はぜろ。こんなはずでは。どんな異様で立ちふさがろうとも、私はあんなに胸がなかったのか。
イルカ、タイミングは任せたよ。どりゃタイミングは任せたよ。契約の箱よ、逆負け。やべえ、オイラマジになってるかも。今夜はブレコだ。取り合うんだ。限界まで貫き通すまで。この刃の切れ味、思い知るがいい。イルカ、一人で抱え込まないで。道は前に進むことで開けるんだ。ここから巻き返す。楽園なき稲子よ、踊り狂う。逃げられるほどオンリーよ。甘いな。ブレコだ。ガッ。さあ、終わらせよう。契約の箱よ、逆負け。迎え撃つ。限界まで貫き通すまで。イルカ、タイミングは任せたよ。今夜はブレコだ。
踊り狂え。私が打って出よう。どう動けば。道は前に進むことで開けるんだ。ここからが本番だ。契約の箱よ、逆負け。愛は常に一方通行。甘いな。どりゃあ迎え撃つ。限界まで貫き通すまで。痛いって。愛は常に一方通行。よし。どりゃに蹴散らすぞ。すべての青草よ、はぜろ。学校では教えてくれないことを教えてやるぜ。おめえらいいね、ゾクゾクするね。手を取り合うんだ。見た？ピュッピュが攻撃してくる瞬間の目。ああ、あの瞬間だけ。し